楽しかったな。もう終わった後もなんか楽しかったねってめっちゃみんなで言い合いながら帰ったんだね。ボロボロなんですけど、もう朝メイクしてね、ありがとうみんな。寒かった雨の中ね。ああ、ありがとう。朝4時起き頑張るんだ。大変だみんな、ゴールデンウィークだけど一応。お疲れ様。でもなんかみんな、ファンの皆さんも楽しそうでなんか濡れながら楽しそうだなって思って嬉しい。泣いてる。次は来てくれよな。ん、暗くなってないよ。寒かった？やっぱ寒かったんだ。もう汗かいて目がしょぼしょぼする。今日は15曲やらせていただきまして、いっぱいもう盛りだくさんで。風邪ひいた、みんなあったかくしてくれ。すみれさん可愛いでしょ、初見。嬉しい。あら、嬉しいですわ。ライオン嬉しいよ。雨、イコマイジュイはね、雨ではなかったかな。なんか水飲む室ね、みんな、お疲れ様。うわ、そっか、帰る。そうだよ、大変ありがとう。すみさんは可愛いですよ。はやぴー、どうしたの？まだ5月始まって1日目。ありがとう、大丈夫、ありがとう。何タワーだろう。お肉食べたよ。みんなでちょっとずつシェアして。ありがとう、はやぴー。なんだなんだ？一生運命じゃん。はやぴー。なんだろう、ありがとう。コメントを待ってみる。お肉いっぱい食べかよ。ね、そう、集合写真だとね、髪色明るくよく見えるよね。すっごい食べた。どうして？そう、いただいて。美味しかった。本番直前に食べた。結構直前。ミト君。最初で最後の。ありがとう。初任給だなんて、そんな本当にね、最初で最後だから、そんな素敵な。ありがとう。嬉しいよ。私に使ってくれて。だってさ、じゃあ、だって毎月お給料の時に思い出してね、初任給じいちゃんで、お仕事をいつか定年とかで辞める時もさ、そういえば俺初任給ってなるじゃん。だから思い出してね。ありがとう、嬉しい、大切な。ありがとう、嬉しいよ。ありがとうね、お話し会とかも嬉しいよ。ありがとう、はやぴー。はやぴー、くまもんくれたの、ありがとう。私は初任給とかあんまり言わないもんよ。ウニくん、俺の夢、ありがとう。もう初任給とか言わない方がいいか、やめとく。でも私は最初はね、おばあちゃんにスカーフをあげました。今でも使ってくれてて。この辺で終わりにしとこう。確か退職金タワーはあんま聞く。
すけくんありがとう。結婚してだって。ポキって言った。どうかな、ダメで、めっちゃ命受けてた。好きなんですけど、退職金タワー、ほんと退職金タワーの方が近い方もいるかな。命受けて、あくびしちゃった。ありがとうふなくんだ。ギューしたいかと思った。生きがいがありがとこちらこそね、20回もありがとうありがとう。もうボシャボシャですいません。年金どうしてあくびって勝手に出るの。茶髪ほんと結構実物見たら明るくてびっくりって方がいる楽しみ楽しみ。私たちもねまだ何やるか全然知らないんだけど、そうだあ、はるきくん、あ、はるきくんありがとう。今日見つけたよ、くまありがとうで明るいよね。そうなの、あのでもライブで見つけやすいって言ってもらえて、黒亀派の方もねいっぱいいるっぽいんだけど、でもあの見つけやすいっていうのと、私はなんかさっぱりしたから染めて、だから見慣れて一緒に、私もまだちょっと嬉しい。ジュリーハありがとう。カズヤ目あったね、なんか笑っちゃってイエーイってなって、ありがとうクマ、まあ、いつか黒戻るのでね、お待ちください。ロンちゃんだ、クマありがとう。なんか400回ぐらい目あった気がするんだけど、気のせい。お友達にもよろしく。モピタン、モピタンだ。ポッパポッパパフェタワーかな、ありがとうモピタン。あの似合いじょい会もありがとう。そうだ、ゴールデンウィークにデートに行くんだっけどこ行こうねありがとう嬉しいよ、ありがとうありがとうモピタン。あの似合いじょい会だけじゃないんだけどさ あ、ともにーだ。なんかキラキラのクマありがとうかんちゃんで、母ちゃん今日見つけたよ、なんか見つけた、なんかね真ん中の方にだけありがとうクマなんか見つけたよとかさ、見てるよあなたをっていうのってさ、どうやってこうあれしたらいいのか分かんないよね。ほんといい人生だうん、やったやった。え、あ、そっか、楽しみ。あら、ゆゆくん久しぶりだお、叫べるかウニくんありがとう、クマ嬉しいでもあれよ、嬉しいよみんな早く会いたい。対面も通信も追加した、ありがとう。なんか明日の12時までだから、ぜひ迷ってる方は来てねありがとう。
話しかけるときに伝えるのがいいかと思います。確かに見つけたよって、ね、TP さんだ、ありがとう。くまちゃん本当来てくれる？行ったね今ひくって人、うん、名前今覚えてるから。ほんと？うん、行くから、うん、行くから。ほんと？萌えちゃん、くまありがとう。ルキアくんだ、ありがとう、くま。ほんと？ほんとね、私の、ほんとね、落ちるっていうことがあるの？あ、りょうきくんだ、ありがとう、くま。本当来てくれる？本当に本当の本当本当なの？嘘じゃないよ、嘘だよ嘘だよ嘘だよっていうのは私があの嘘じゃ本当って言ったことに対して嘘。ありがとう、嬉しいよ、申し込んでくれてるの嬉しいよ、いつもね。そう、なんかが完売してたみたいで追加でありがとう、右追加してありがとう、お願い追加でも見つけたありがとう、よすけくんありがとう。ねえびっくり、あ本当お話しかけようから、言ったね、ありがとう。嬉しいよ、なんかこんなちんちくうりにさ会おうって思ってくれてるだけで嬉しいのにさ、うん、忘れないで、絶対絶対忘れちゃダメだよ。 D タイプ、なんか噂で聞いた、見てもパリパリなの、こうやってアイドルの前髪はできています、見てもう面なの。上限わかんない。わかんない。あ、本当？撮ってくれる？結婚どうかな？えらいえらいやった。そう、前髪どこ出てたよね、今日。結構頑張ったよね、前髪。今日は、もうメイクさんに、もうそんなにかけたらやばいよって言われるぐらいかけてたら、横で青さんがそう数倍かけてて安心してかけちゃった、もっと何倍？え、うわ考えたことない、何倍でも嬉しいよ、なんかずっと喋ってられるかも。空見るふり、まとびは、え、青さんって本当に前髪スプレーが鬼のように長くて、一回でこう10秒ぐらいこうジューってやって、こうドライヤーでこうちょっと乾かしてチュッチューってやって、一番ケーブの消費量が多い。何なの？デルファイさんいっぱいありがとう。あの日が変わってしまったんだ。お腹鳴った、10は言ってる、あのシェアしてないけど、まあいいか。今日はさ、君音のハモリちゃんとできませんでした。特前半、後半はなんかなんとかなったけど。みさとありがとう、今日もめなんかずぶ濡れで可愛いって思ってた、ありがとう。みやじゅういかいも、ほんとお話しよう、お話しよう。そうだよ、追加しちゃった、ほんとありがとう、イエーイ、にゃーん、もう寝そうなんだけど。ふなくんだ、楽しかった。このアイコンみたいなのってふなくん、ジムラボ誰と、青ないためさん、ありがとう、くま。
嬉しい、入塾は楽しかった、ありがとう。私も楽しかった、テンション上がった。すみれよかった。言っとくよ、ちょっと LINE してた、今私が返せてない、ごめん。配信始めちゃった、返信しようと思って、あれどっちだっけ、それ返信したっけ、わかんない。嬉しいよ、ありがとう。でも嬉しいよ、喋ってくれるの。お写真撮った、あの撮らせていただいたね、あの3人とは連絡先を交換してね、まあ、すみれはもともと思ってたんだけど、ももちゃんもね喋ったことあったんだけど、なんかちょっとね、なんかさらっと喋ったことがあって、ご挨拶っていうか、だから覚えてないだろうなって思ったのに、お久しぶりですって最初言ってくれて、何覚えてくれてるのって言って、嬉しいって言ってね、超嬉しかったな。 TP さん推しありがとう。え、ほんと MC で、え、聞きたかった、ショック、うん、見たかったよ。あとね、久保田奈々美ちゃんもお友達になりまして、なんかね、なんて言ったらいいんだろう、まあ、そのスミレとも友達だし、その台湾とかでさ、前後とかにね鳴らせていただくと声枯れてるよね。でそのやっぱ楽屋がね近い時とか、こうイエイとか写真一緒に撮らせていただけたりして、ななみちゃんもねお友達になったんだ、いいでしょ、ゲッチュ。嬉しい、そうなの。そうなの、ゲッチュチュルチュル、え、ガンダムみたい、見て今の。いやだ、あ、こうね、あ、まあいっか、嬉しい、 DVD。ありがとう、いっぱい見て、私もファーストコンの映像見たんだ、この間なんか恥ずかしかった。あー、キヨちゃんありがとう、この間に野獣会も嬉しかったよ、ありがとう。フードないの、このミーヤさんのやつなんだけどね、フードないんだこれ、だから楽ちんなんだ。さくらさんありがとう、いっぱいビーム出した、気づいた。なんかラーメン食べてたね、昨日。チヂミハンバーグ食べて食べて。ね、スミレの見てるよ、TikTok とかも。ジュナちゃん、ありがとう。そう、マドキちゃんとも話して、なんかね、あー、くしゃみでそう。ちょっと待って。やりきったか、はじめましてしようよ、うん、くしゃみなんかムズムズしちゃった。でもミュートいつも7回ぐらい押さないとできないから、ちょっとはぁ、あ、口大きく開けた。つよぽん、つよぽん、どうしたの、ありがとう。なんかあのさ、アバター変わってる、かわいい、イルカマルコ、かわいい、これマルコ。ツイプリミのありがとう、考察もね、ありがとう、一緒に写真撮れて嬉しかったよ。いっぱいね写真も見てるよ、ありがとう。こちらこそ、今日会えなかったけど対面と通常でお話しようね、ツヨポン、ありがとう。嬉しい。うん、スイパラどこのだろう、嬉しい、嬉しいですな。ありがとう、スイパラ、スイパラ、うまい、うまい、なんか食べてんの。
つっちーありがとう、風邪ひいてない？なんか近かったね。ありがとう、いっぱい秋を見つけたよ。ありがとう、くま。チーズハンバーグ食べて。初見です、アルホンコ。シェイシェイ。嬉しい。で、配信ですいません、最近全然できてなくて、すいません。あーないためさん、ありがとう。くま、お腹ちょっと。あら、いいですね。食べて食べて。ほんと？食べて食べて、ぜひ。合わせるドリンク？ドリンクか。でもね、マイの一口飲んでみたい。あんま私、甘味料、人工甘味料飲まないんだけど、マイがずっと好きでさ、いう。人工着色料ですみたいな飲み物。いつも飲んでるからさ。アンドーナツさん、ありがとう。こうしたゲットしてよね。ショカラフルなやつ。ちょっと一口欲しい。ちょっとあの食レポして。でも私が一番気になってるの、みんなやってほしい。もしね、行く人でちょお金に余裕がある方で、ちょっとまだ決めてないよって方ね、チーズリハンバーグ頼んだ上でちょっとねやってみてほしいのが、あゆみのさ、なんか一口飲んだらニッコニコみたいな。あゆみのね、こうやりたいのがあって、はあ、今日も全然ダメだったとか言って、こうやって、なんだこのジュース、そんなわけないだろうとか言って、こう飲んで、ニッコニコっていうのをやって動画撮って載せてほしいんだ。いいかな。いい。ニッコニコっていうのをやってほしいんだ。ハルキくん、ありがとう。くまーん、ありがとうね、よろしく。ニッコニコってやってね、あゆみとやろうっていう計画してるんだけど、私たちがね、こう飲めるかわからんからさ、アローイも飲みたい。そうやりたいかも。え、じゃあ送ってよ私に。目乾いてる今。そうやで、あゆみとはお相思相愛なんだから。愛じゅり、でも終わった。でもなんかね、ふざけて、なんかそのコンビ名とかメンバーで話せて、なんか意外とないよねみたいな。で、結構その名前をくっつける系しかないじゃん。あ、いいのだった。それで、なんかあゆみと私って間とあゆみであいあいじゃん。でうちだってずっと喋ってるから、お猿さんみたいだから、お猿さんコンビだね、ウキウキとかふざけてて。この間、今日はこの後一緒に帰った2人で。ウキウキで、おバカさんなお話けど、あゆみはきっと覚えてないんだろうな、私の。今日ね、私はあゆみへの愛が止まらなくて、あの君夢のあのあれ、ヌーカルミじゃなくて君夢の誰のため、君のためっていうのをまだ走り足りないよ、あゆみと歌ってんだけど、誰のため君のためをね、大体いつも誰のため君のためって言って、みんなのホームの君のため、今日はあゆみんに向けて、誰だめ君のためで向き続けてたら、あゆみから、え、なんか見てたって思った時。結婚してだって、どうしよう、直接言いに来てよ。今日15曲やらせていただいたんだ。この後一緒に帰ったんだけど、まあ結構一緒に帰ることなんだけどさ、帰っててさ、なんかコナンがね、私なんか今日ライブ中ね、コノア見て、本当にコノアニア上に入ってくれてありがとうってね、それみんなに思ってんだけど、コノアに思った瞬間があって、でコノアに行ったわけ。そしたらむしろなんかジュリーがなんかなんとかかんとかだよって、もう大事なとこの抜けちゃったんだけど、なんか言われたら嬉しくて泣けてきて、電車でなんか泣いて、コノアがかわいいとか言って、なんか泣いてる写真を撮った。なんかうるるしてるし。嬉しかったなぁ。
なんかね、ジュリーがいてくれてみたいな、そういう嬉しいことをとりあえず言ってくれてた。もう内容はもうね、いいのよ、嬉しかったんだもん。嬉しくてマスクしてたんだけど、もうふふってなって嬉しかった。可愛かったなねえ、みたらししてて可愛いねってうん、確かにカラコンねしてるよそうなの、嬉しかったんだ。キュンです、本当。連れてきて連れてきて、嬉しい、仲良くしたいな。であと意外と13分しかないんだけど、どう思ってるみんな、この件について。寝たーい眠たいよ。嘘嘘嘘、眠くない違う違う、え、何それ、そんなこと言ってたの、こんちゃん。え、家行こうかな今から。え、大好きだよ大ファン。え、もういつもさ、コナンがさ、あの疲れてるだろう時にもさ、もううざがらみをしてさ、そんなのこないやつにもさ、ずっとさ優しくてさ、もう本当にね、あかもちちゃん生きがいありがとう嘘、全然眠くない、違う違う、あのね、間違えた、寝たいんじゃなくて、もう目が乾いててコンタクトを取りたい。コンちゃんって寝るよ、なんかコンさんとか、コンさん、コンちゃん、コンさん、コンちゃんかな。もうあいみって呼ぶようになってから、もうあいちゃんに戻れないんだけど、一回さ呼び捨てになった人をさちゃん付けに戻すって難しいよね。コンさん、もうそうなの、かわいし、私の大切な孫ちゃんなんだ君の子としかも、そうなんだよね、頑張るぞえー、嬉しい、いいね、ニアジョイで輪が広がってくる。いや、あい、ほぼアイちゃん、アイミ呼びは私とももかだけかな、多分。私が先駆者です多分。あ、あとリコもあゆみだね、リコの方が長いね、ちょっとあゆみって呼んでるか何かね、ファンの人がね、みんなね、ジュリーさんってね呼んでくれるの、なんかウケる、嬉しいウケてる、ほんと泣いて泣いて叱る叱る、うん、なんか変なのじゃなかったらいいよ。呼び捨てにしてほしい、うん、ジュリーさん受ける、お、ジュリーさん受けるって思ってた、うん、いいです。富士やん、ありがとうあ、確かにジュリーハンって言ってるね、うん、それもウケるって思って見てる私結構あんまファンの人でさ、呼び捨てって結構少ないんだよね、結構もうずっとオーディションの時から応援してくれてる方でもくんかさんかちゃんはついてるかな、なんかなんでだろうね、いないよね、なんかその、うん、あんまないかも。私、皆さんのことをさ呼び捨てで呼んでることないかも、ないよね、あんまいいちゃん、嬉しいよ、ジュリーさーって言ってくれるのも嬉しい、いいよ、うん、嬉しい、呼び捨てもよし、うん、違う、あの、私がね、みんなのことをね、みんなは好きに呼んでくれテレテのかわいい本
当なんか恥ずかしいんだけど。たかっちゃんちゃん、うん、かもちちゃんってなんか言いやすいよ。たんは、うん、ちゃんじゃない。なんかさ、なんで私のファンの人ってさ、呼び捨てが好きなの、なんかついちゃった、呼び捨てが好きなの。うん、私はレノンしかな。無理無理、やだやだ、無理無理。うん、とっくのとこに変わってましたよ。うん、難しい。なんか一回さ、呼び捨て出てきて もう戻っちゃう。うん、だって川さんとか、川とかやばいでしょ。長い付き合いですけど、かいかい、呼び捨て、うん、じゃあ呼び捨てにしてほしい。あ、確かに舐めてんのかな。なんか呼び捨てにしてほしい人は、お話し会の時にあの名前にかっこ呼び捨て希望とかにしておいて、さくら、やっぱ2文字3文字系の方は特に難しいよね。伸ばし棒系で終わる方はさ、結構うんうんうんとかいけそうなんだけどさ、お化けてんじゃない、この本の本の。でも結構ね、名前かっこ呼び捨て希望とか、なんかね、名前の横に、うん、なんだろうな、うん、あの優しめジュリーがいいとか、うん、うん、なんか怒ってとか、って言われて怒んない、やれ、うん、売り子してとか、なんか名前に書いてあると、う、頑張るぞ。エヴァと6分もうすぐ6分だ。お、なんで怒られたいとかがあるの。蘇ってきた、ほんと。よいと、プリコで、うん、そうだね、ファーストシングル、どういう曲なんだろうね、あんな曲かな、私たちも知らない。そう、私痩せろって言ってください系、そうさ、なんかどの程度言っていいのかな、そのなんかそれだってみんな太ってないもん、で太っててもなんか何でもいいじゃん別に、そういう個性だから。みんなだからね、だからさ、だからさ、え、この前歌ってた、またまた。そう、それでそうだから、でもね、ちょっと怒ってみたい、痩せろとか言ってみたい。ちょっとあの、怒られても許してくれるよって方言って、ちょっと怒ってみたい。どんな気がしてんだい。で、なんかブーメランで帰ってくる。ほんと痩せてないよ、私は。食べてます、いっぱいたい焼き食べた。ご褒美受ける。痩せる、筋肉ね、筋肉なくてもみんな、たい焼きのね、なんか冷凍たい焼きを食べた、なんか売ってるんよコンビニに、それ食べた。
禁止応援して。分かった、ガチ応援するわ今度。ねえ、なんでお酒を飲みたいのってやるね。じゃあ私がお酒を飲まないでって言ってるのにどうして飲むの、悲しいってやるね。でも結構禁煙は来るよ、禁煙。あんま禁止はあんま、え、どうして私のこの顔を見てタバコをさやめてって言ってるのにそこまで吸いたいっていうのをやってます、お話から。すいません。あ、そうなんだ、飲んじゃうんだとか楽しんでやってます。で、ブスだよ、ご自由にどうぞって言ってますね、嘘だよ、お酒もね、タバコも自由っすよ、お好きに、飴を外しすぎない程度に楽しんでください。うん、偉い、まあ、偉いですよ。確かにタバコをやめたらお話し会に来れるよ、もっと会いに来てって怒られたい。怒ってるよ、怒ってる、怒ってます、もっと会いに来てよ。うん、私が会いに来てって言ってるのに、これな、これ、これってヒス構文って言います、有名な、私会いに来てって言ってるのに会いに来てくれないんだ、もう悲しくてお家から出なくなっちゃうけど、いいだー、ブーた怒ってれば始まるから。嘘だよ。待って、一旦男女読まなきゃ、ちょっと読むね。13位ふなくん、12のすけ、ありがとう。11位じゅなちゃん、10位かもちちゃん、9位青菜炒めさん、8位はるきくん、7位るきやくん、6位うにくん、5位 TP さん、4位キヨポン、ありがとう、タワモ。3位ミトくん、タワモありがとう。2位モピタン、タワありがとう。1位ハヤピー、タワありがとう。ありがとう。